はい、ジェルのブースに来ています。でこちらの機種なんですけど、本当に落としても壊れない。昨年の動画を見てはもう分かるんですけど、非常に堅固にできています。青山学院の高校部でもこれを先生方に1年間貸し出して使用したんですけど、故障は一切ないということで、落としても壊れない丈夫な機種です。はい、こちらの機種なんですけど、実は僕も持っていて、クロームブックの i5 の機種です。でこちらなんですけど、例えば、リモートデスクトップだとか、他のパソコンにつないで作業をするときに非常に快適なパソコンになってます。でこれからクロームブックですね、高性能の CPU を積んだものは流行ってくるんではないかと思います。